ヨーゼフ・マルクス・ヨーゼフ・ルーペル・トルドルフ・マルクスは、オーストリアの作曲家、音楽評論家、音楽教育者。本名は長いが、作曲家自身が公的に二つのミドルネーム、ルーペル・トルドルフを用いたことはなかったらしく、一般的にもそれらが言及されることは、非常に稀である。早くに、母親から、音楽の手ほどきを受けていたが、後に、ヨハン・ルーバの有名なピアノ教室に通う。 ギムナジウムの生徒だった頃から作曲を始め、規制の主題によるピアノ曲や小曲を三重奏や四重奏のアンサンブルのために編曲した。父親の希望を入れて法学を学ぶが、後に哲学や芸術史に転学した。このため最終的に父親と決裂することとなったが、その後も音楽への興味さめやらず、26歳の時に、 再び作曲活動に取り掛かり、それから4年の間に、マルクスの全部で約150曲の歌曲のうち、ほぼ120曲ほどが作曲された。ともあれ結局は、哲学で博士号を取得した。1914年に、ウィーン大学で音楽理論の教授に、1922年に、ウィーン音楽アカデミー委員長に就任。 1924年から1927年まで、同アカデミー講師の地位にあった。1932年から1933年まで、トルコに赴き、トルコ政府の委任により、アンカラ音楽院の設立について助言するとともに、トルコの民族音楽の組織体系の研究に、勤しんだ。音楽理論家として、火星法や対法に関する著作を残した。基本的には、 高キロマン主義音楽の作曲家とされるが、印象主義音楽の誤法を取り入れることにより、近代的な響きを獲得した。音楽評論家としては、自身と同じく新委員学派の周辺にいて、実力を発揮しながら、革新的でないと言われがちな作曲家。例えば、フランツ・シュミットや、フランツ・シュレイカー、エイリヒ・ボルフ・ガング・コルン・ゴルトラを擁護した。 管弦楽曲競争局室内楽科局合唱局、綴りの細部を除いてほとんど同名のヨーゼフ・マルクスとの経歴上の混同もあり、両者の存命中から郵便誤配を含む多くの逸話や笑い話に事欠か,かず、二人は親友でもあった。ありがとうございます。